こちらはエンバイテネット島という島で、一見何の変哲もないように見えるこの島がね、なんとも不気味な噂があるんですね。心配した本土の人はエルモロ人を探すためにエンバイテネット島とかその周辺の島っていうのを探索しに行くんですよ。なんだけど怖すぎる、もうそれは行きたくないわな、そんな島は。そうそう、信じるか信じないかはあなた次第です。すごかったよ。後ろって言ってたけど、もう左にいたぜ。ということでね、はい、まずはね、1枚の画像を見ていただこうと思います。おこちらです。これはね、とある島なんだよね。まあ、なんか見た感じ普通の島というか、ちっちゃくね、ちっちゃいよね、とこなんです。結構ちっちゃめだね、この島は。こちらはエンバイテネット島という島で、東アフリカで4番目に大きいトゥルカナ湖という湖の中にあるわずか数キロしかない島なんだよね。一見何の変哲もないように見えるこの島がね、なんとも不気味な噂があるんですね。この島はね、周辺に住む部族とかは普通に人が結構いっぱいいるわけなんだよ。そうなんだけど、この島誰も住んでいないし、誰も行こうとしないんです。エンバイテネットっていう意味をこう日本語にすると、二度と戻ってこれないっていう意味があるのよ。怖すぎる、もうそれは行きたくないわな。現にこの島っていうのは魔物が住んでいるって言われてて、実際にこの島に行って帰ってくる人っていうのが一人もいない。一人もいないの？帰ってきた人、それやばない？まあ、そうだよ、だって情報をどうするわけじゃん。あ、一人は持った。乗るなやっちゃいけないことした今。伝説によると一人も帰ってこれないと言われてるわけなんですよ。というわけで今回はこの島について詳細をお話ししていこうと思います。はい、人々が次々と消えてしまう怪奇現象が発生し、呪われた島と呼ばれるようになったのは1630年代に遡ると言われています。島にはもともとエルモロ人と呼ばれるケニアの小さな部族が住んでいて、本土にやってきては物資を交換していたといいます。彼らは漁業や狩猟を行い取引をしていました。この島には当時から不吉な噂っていうのがあって、本土の人曰く月に一度エンバイテネット島から奇妙なうめき声が聞こえたと言われていたんだよね。そのうめき声っていうのも数分程度で収まるものもあれば、1時間ぐらいずっと続くものもあったと。このことを聞いた周辺に住むエルモロ人はこの島を恐れて、この島には恐ろしい魔物がいて、行ってしまった人はその魔物に食われてしまうのではないかっていう噂が立つようになった。アフリカ大陸は地域によってさまざまな魔物が伝承されている。例えば南アフリカのラブカに似たダイジャ、インカニヤンバや、北ローデシアを中心に目撃されている毛がなく歯があるくちばしを持つコンガマ島など、その種類は多岐にわたる。エンバイテネット島で見つかった魔物の正体は情報が乏しく明らかにされていないが、最も有力な説はケニアに出没する腫れの生えた象、アエロファンテと言われている。なるほど、そう、そのうめき声からね。なるほどな。ああ、聞いてる話今完全に腹にしてるリズムだ。大体そのテンポで聞いてくるやつ話聞いてるんだよ。俺の経験からして、うおー、めっちゃ聞こえた、女の人今。今完全に腹にしてるリズムだ。大体そのテンポで聞いてくるやつ話聞いてるんだよ。俺の経験からして、うおー、めっちゃ聞こえた。びっくりした。そんな反応するね。めっちゃ怖い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 。シンプルにめっちゃ怖い。その反応でも。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。え、待て待て待て。怖っ。うわ、マジびっくりした。いや、やばいでしょ。うわ、何今。今、本当にそうだったよね。本当にアウトの時の反応だもん。ここで一番リアクション。すごい。すごい。いろいろってちょっとこっちはおもろかった。いや、もう自分も笑けてるもん。超怖かったけど、今。
何の話か1ミリも覚えてない。こっちでワイワイしてるのにこっちの声めっちゃ聞こえたの今、こっちのボリュームも明らかにでかいんだけど、あーそうだな、ね、あーいいよりもなるほどなのくだりだよ、そうそうなるほどなでこうワイワイしてた時に、はい、そうそうその話聞いてないやつがほとんどだと、あーあーそうだ、うん、ちょうどねうちの小島大輝ってやつがねそんな感じで 100% 聞いてない時のね返事があるのよ。ちょっと助けなんか喋ってみ、この間あの飲み会楽しかったんだよ、ガチこれ言うときは 100% 聞いてないから絶対みんな覚えておいてね、ガチって言ったやつ 100% 聞いてないから、しかも携帯で画面の方見てるの、うん、でまあ魔物に食われてしまうっていう噂が立つようになったと。この噂が立つのもね、まあ無理もなくて、当時ねやたらとこの周辺でね失踪事件が流行ってたんだよ。またこれもよくわからないことにね、失踪してる人っていうのがね全員ね骨折してたりとか、なんかそういう怪我を負ってる人だけが失踪していたと。こうした不気味な事件のせいでエルモロ人の人々は平穏に島に住んでいられなくなったが、さらに不可解な出来事が起きます。ある日を境にね、一切エルモロ人の人が本土に現れなくなるんですね。心配した本土の人はエルモロ人を探すためにエンバイテネット島とかその周辺の島っていうのを探索しに行くんですよ。島に着いて捜索続けるんだけど、どうやら人がいた痕跡とか生活の跡とかっていうのはちゃんとあったのよ。なんだけど島民が誰一人としていなくなっていたんです。消えちゃったってことだよね。これに恐れた本土の人っていうのはもう急いで本土に帰って二度とこの島に行かなくなった。1935年、イギリスの探検家ビビアンが地質調査のために島に入ることになりました。まずは自分の遠征隊の科学者マーティンとダイソンの2人を先に送り込みました。毎晩決まった時間に発煙筒を打ち上げて問題のないことを知らせるということになっていて、最初は順調だったが2週間が経とうとした頃、突然この合図がストップしてしまいました。そして何の音沙汰もなくなってしまったから、他の隊員とかがマーティンとダイソンを探しに行くわけですよ。発煙筒があった場所を中心に探しに行ったんだけど、2人が見つかることはなかったんだよね。でそれどころか発煙筒とかそのゴミとかその生活の痕跡っていうのも綺麗になくなってるよ。最終的に見つからなくて引き返したわけなんだけど、今度は17世紀じゃなくて20世紀ですから、技術とか発達してるわけですよ。普通に探索して見つからないんだったら空から見てみようと、うん、あ今度飛行機を使ってもう島の上空からもうくまなくこう探していたわけなんだけど、何にも証拠が見つからなかった。もし島になんか盗賊とか人さらいみたいな組織がいたとしたら、うん、何かしら証拠の漏れっていうのが絶対あるはずなんだけど、うん、何にも見つからなかったから、結局だから原因がわからないから、より一層魔物説っていうのが強まってしまったわけなんだよ。島に魔物がいると信じる風潮は大して珍しい話ではない。例えばバリ島では人間同様な暮らしをしている異次元の生き物が存在すると信じられている。この魔物はウォンサマールと呼ばれ、人間そっくりな姿で人間を誘拐し異次元の世界へ連れ去ると言われている。もしかしたらエンバイテネット島でも似たようなことが起きていたのかもしれない。以上が今回の都市伝説なんですけど、エンバイテネット島の失踪をしてしまうっていう事件は今でもまあ謎が解明されていないと。この話が本当か嘘かは分かりませんが、今後エンバイテネット島に行く人は現れるのでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。ふぅ、あれあれ分かりやすいふぅだ、あれあれあれこういう世界のね、今でも謎が解明されてない島ってマジでいっぱいあるよ。まあまあ不思議すぎるね。うん、そのうちの一つが例えば北センチネル島とか、あーはいはいはい、はい、あれに関してはなるほどね、ある程度情報は分かってるけど近づいたら生きて帰ってこれない、まあちょっと似てるけど、うん、まあ北センチネルの場合は襲われちゃうっていう感じだけど、まあまあ、うん、ガチ人間だけどね。そう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 、だからこのエンバイテネット島に関してはそういう部族が一切いないにもかかわらず急に人が神隠しのようにいなくなっちゃうっていうから謎が溢れる。ガチヤバ島じゃん。いやそうなんだよね結構やばいんですよこの島。結構やばいよ。発煙筒と生活の痕跡がなくなってんのが不思議。最初からじゃあなんでなくならないんだろうと思ったけどね。そうそう、でも俺から見てもいないからなくしようがないし、うんうん、だから自然現象の波のせいっていうこともちょっと苦しいんだよね。だからこの話少しでもゾッとしたなと思ったらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビー。